はい、ベルギーからこんにちは。私は今硬いだけがトリエのフランス戦車に乗ってます。フランス軍は人件費の削減しか能がないので中戦車でも3人乗りです。そしてゲーム内では装填手はデクの棒なので2人乗り。そして軍隊員が全員抜けたので私は車長兼砲手兼装填手兼無線手兼運転手です。深夜の牛丼屋かな。あやって横転する。おい、これや。これや。名義持ってんの誰だよ、この戦車作ったやつ重心どうなってんだ。悪化しててくさ。敵戦車が近くまで来てるからこんなことしてる暇なんてないんだが。よし、やっと戻った。さっさと移動すっぞ。いたぞいたぞ、あやって気づきおった。バグって2発撃っててくさ。あ、ダメだ、これ両方貫通しねえわ。圧倒的泥試合。面倒だけど操縦手のバイザー狙うしかないな。これお、貫通した。対戦車銃も援護してくれてるし勝ったな。これはい、お家にお帰り。はい、敵戦車の通報があったので向かいます。はい、また通報があったので戻ります。何がしたいんだお前。なんだよ、くっそ時間かけて引っ返してきたのに。なんも、あかん、燃料に引火してる。うわっちゃこれ、このままじゃ誘爆して死ぬぞ。これ死んだ方が世のため、人のため、ひどくね。消火できたからとりあえず最低限の修理して撤退しないと。やっぱ一発ぶち込んでやらんと気が済まん。どっちだよ、二人いれば修理しながら交戦できるんだけどな。チラチラ、私は絶対乗らんぞ。そうか、もう許さねえからな。残骸に当たってんぞ。はい、録画が切れたが、チェコ戦車君は無事爆死しました。無事とは。とりあえず修理と補充を済ませて、今は3号だが4号だかわからん戦車を追いかけてます。見分け区間とか。それでも解説者戻った。お前遠くから見たら両方変わらんだろあれ。はい、神エイム。画面がマップで埋まってんぞ。もう一発ぶち込むから見とけよ見とけよ。このチャンネルいつからこんなおぶつまみれになったんだ。最初からです。はい、敵戦車がなぜか2発だけで爆弾する全身性艦隊だったので戻ってきました。誰でもケツに47ミリ砲弾2発ぶち込まれたら爆弾するわ。はい、最後は1発も当てられませんでした。時間切れでフランス側は1個も拠点を失うこともなく勝利。みんなもフランス戦車に友達と一緒に乗ろう。この動画見て乗りたがるやつがいるか。